フォービスムが誕生した1905年サロンドートンヌのカタログの表紙サロンドートンヌは毎年秋にパリで開催される展覧会、秋のサロン、周期展の位。ルサロンを運営するフランス芸術家協会及び国民美術協会の保守性に対抗して1903年にベルギーの建築家、フランスジュールダンを中心とするギマール、カリエール、バロトン、ビューヤール、 ボナール、ルオー、マティス、マルケラの建築家、画家、版画家によって創設された。多分野にわたる前衛芸術家、新進芸術家を積極的に紹介し、とりわけ1905年にフォービスムが誕生した展覧会として知られている。350年以上の歴史を誇るルサロンに対する批判はすでに1863年に5000点の応募に、 対して3000点を落選としたことに対する抗議として、サロン落選者のための落選点が開催されたことで、顕在化されたが、落選点の前史は1846年に遡る。同年のるサロン展で、ギュスターブ・クールベの自画像、パイプを加えた男を含む複数の作品が落選したために、象徴派の詩人シャルレボードレールや写実主義の理論家、シャンフルーリがこれに抗議した。 彼らの指示を得たクールベは、1855年のパリ・万国博覧会で、再び、画家のアトリエなどの作品が出品を拒否されると、これに抗議して、パレデ・ボサールの隣に、木造の小屋を建てて、写実主義館と名付け、ここに自作を展示して、作品だけでなく、審査員の能力をも来館者に評価させた。1859年には同じ写実主義の画家、フランワ・ボンバンが、 ルサロンの審査に抗議するために自宅でアンリ・ファンタラ・トゥール、アルフォンス・ル・グロ、オーギュスタン・テオ・デュール・リボーラの作品を展示した。1861年に画家、詩人のテオドール・ベロンがナポレオン三世に落選者の探願書を送り、落選展を開催する許可を得ることになった。一方、すでに1861年にルサロン内部でも運営方針に反対し、 芸術家自らの運営による独立性を確保するために、同年に画廊を開いた画家、歌唱のルイ・マルティネと作家のテオフィル・コーティエによって、国民美術協会が結成され、ドラクロは、コロー、ドービニー、アンリラマン、マネ、ブラックモン、ピュービスド・シャバンヌラが参加した。以後も落選点だけでなく、1874年のルサロンで落選したセザンヌ、ドガ、モネ、ピサロ、 ルノワールらが写真家、ナバールのアトリエで、講義のための展覧会を開催するなど、独立文化活動が、次々と起こった。こうした動きは、画壇だけでなく、俳優、演出家のアンドレ・アントワールが1680年創設の、国立劇場コメディ、フランセーズの権威主義を批判し、若手劇作家に、作品上演の機会を与えるために自由劇場を、立ち上げるなど、 他の芸術分野でも起こっていた。これを受けて政府は1880年にルサロンの民営化を決定し、公教育の無償化、義務化、非宗教化を推進した公教育省首相ジュール・フェリーの要請によって1881年に設立されたフランス芸術家協会が運営を引き継いだ。だが、この後もさらに1884年に、 同年ノルサロンの審査に落選したアルベール・デュー・ボア・ビエ、オディロン・レドン、ジョルジュ・スーラ、ポール・シニャックらが、独立美術家協会を結成し、新進画家のセザンヌ、ゴーギャン、ロートレック、カミー・ユ・ピサロらと共に無審査、無償、自由出品を原則とするアンデパンダン展を開催することにした。独立芸術家協会の初代会長には、アール・ヌーボーの建築家、エクトール・ギマールが就任した。 1> 第1回展は、シャンゼリゼ通りの産業宮の近くで、同年12月1日に開催され、以後、ルサロンの落選者も、落選展からアンデパンダン展に発表の場を移した。一方、1890年には、エルネスト・メソニエ、ピュービスド・シャバンヌ、オーギストロダン、カロリュス・デュランによって、国民美術協会が再結成され、メソニエが会長に就任した。 過去10年にわたるフランス芸術家協会のアカデミズム、権威主義を批判し、新進画家や新しい芸術分野の作品を紹介、奨励することを目的とした新国民美術協会の展覧会には、実際、モーリス・ドニポール・セリジエ、ピエール・ボナールらのナビファも参加し、ルシアン・シモンのような若手画家や、世紀の美術教育を受けていない女性画家、シュザンヌ・バラドンも出展した。 こうした経緯を経て、1903年に、ベルギーの建築家、フランツ・ジュール団の提唱により、サロンド・ートンヌ展を開催することになった。秋という言葉を使ったのは、毎年春に開催される、ルサロンと国民美術協会の展覧会に対抗するためであり、特に、フランス芸術家協会の保守性を批判すると同時に、アンデ・パンダン展の無審査、無償、 自由出品の原則をも認めない立場を取り、前衛芸術家、新進芸術家を積極的に紹介すること、及び絵画だけでなく、彫刻、写真、版画などの分野も正当に評価し、他分野にわたる芸術活動を促進することを目的とした。ジュール団は、鉄とガラスを使った、アール・ヌーボー、アール・デコのサマリテーヌ百貨店新店舗を設計したことで知られるが、 彼の提唱に賛同した建築家、エクトール・ギマール、画家ジュール・アドレール、ジョルジュ・デ・バリエール、ウジェーヌ・カリエール、ビクトル・シャルトン、フェリックス・バロットン、エド・アル・ビュイヤール、ピエール・ボナールらが創設に参加した。第1回サロン・ド・オトンヌ展は1903年10月31日、パリシリツ・プティ・パレ美術館で開催された。カタログの規約によると、サロン・ド・オトンヌの目的は、 毎年展覧会を開催することにより、芸術全般、すなわち、絵画、彫刻、版画、建築、応用美術を促進することであり、作品は、絵画、素描、彫刻、版画、建築、装飾美術の6つの部門に分かれる。出品したのは、主に、アルマン・ギオマン、アンリル・バスク、ギュスター・ブロワ像、マクシム・モーフラらの印象派、ポスト印象派、ポンタ版派、 ボナール、バロトン、ビュイヤールらのナビ派、アンリー・マティス、ジョルジュロー、アンリー・マンガン、アルベール・マルケ、アルベール・グレーズ、ジャック・ビオン、フランシス・ピカビアらの後にフォービスム、キュビスムの運動を牽引することになる画家、版画家である。また、同年死去したゴーギャンの作品発展が特別に展示された。1905年11月4日付のイルストラシオンが見に掲載された。 サロンドー・トンヌのホーブの紹介漫画、マティス、ルオー、ドラン、ルイ・バルタ、ジャンピュイが掲載されている。1904年の第2回展からは、プティ・パレの向かいのグラン・パレで開催された。この展覧会では、セザンヌ、ピュービス・ド・シャバンヌ、オディロン・レドン、ルノワール、ロートレックの展示室や、写真の展示室も設けられた。サロンドトンヌは、とりわけ1905年に、 フォービスムが誕生した展覧会として知られている。この第3回展では一室がマティス、マルケのほかアンドレ・ドラン、モーリス・ド・ブラマンク、キース・バンドンゲン、ルオー、アンディ・マンガン、ジャンピュイ、シャルル・カモアンらの激しい色彩、力強い線を特徴とする絵画で埋め尽くされた。これを見た美術評論家のルイ・ボークセルが展示室の中央にある胸像を指して、 野獣に囲まれたドナテロだと評した。ここからフォービスムという表現が生まれ、この展示室は野獣の檻と呼ばれるようになった。このほか、形をなさない、絵の具の塗りたくり、サクラン状態に陥った、F で、瓶の風浪とオウムの羽のこだ、混ぜといった批判が飛び交い、最も厳しい批判を受けたのは、マティスの帽子の女であった。ボークセルの評論は、 この年のサロンドオトンヌ全体の評価として1905年10月17日付け、ジルブラスが見に掲載された。1906年以降、各界において大規模な回顧展や、その年、または前年に死去した芸術家の回顧展が行われた。とりわけ、1906年の合議案展は、油彩、水彩、パステル、素描、版画、陶磁器など、 計227点を展示する大規模なものであった。同じく1906年から、ポスター、版画の展示室が設けられ、同年には、アンリ・ベレリ・デ・フォンテーヌ、シャルル・フランソワ・プロスペール・ゲラン、ルイアベルト・トユシェラの作品が展示され、前年から、音楽会も開催されるようになった。初回は、ドビュッシー、フォーレ、ラベル、セザール・フランク、ポール・デュカス、バンサン・ダンリィ アルベリク・マニャールなどの四重奏、五重奏、ピア・ソナタ、バイオリン・ソナタの室内楽のコンサートが行われた。ロベール・ドローネー、エッフェル等1911年、シカゴ美術館ゾ臓キュビスムの画家ジャンメッツ・サンジェは1907年からサロン・ド・オトンヌに出品していたが、ピカソがアビニョンの娘たちを発表した同年から、これに衝撃を受けたジョルジュ・ブラックが大きなラフ。 デスタックの立教などを制作。1908年のアンデパンダン展に出品したが、サロンドートンヌでは落選となった。サロンドートンヌでキュビスムの作品が大々的に紹介されたのは、1911年の第8回展においてであった。この時は、ピカソとジョルジュ・ブラックのラフ、フェルナン・レジェの森のラタイ、メッツァンジェのおやつの時間、ロベール・ドローネー エッフェル塔などが展示され、さらに翌1912年には、アルベール・グレーズのシャルトル大聖堂が展示された。サロンド・ドートンヌ展は1914年から1918年までの第一次大戦中には開催されなかったが、戦艦期のエコール・ド・パリ、ダダイスム、シュルレアリスム、第二次大戦後の中小芸術、とりわけ60年代のヌーベル・フィギュラシオン。 アウトサイダーアートの流れを組む70年代のアール、サンギュリエなど新しい芸術表現が次々と紹介された。現在、サロンド・トンヌ展は毎週にパリシャンゼリゼオ通りに設置される特設会場にて開催されている。絵画、写真、彫刻、ミクストメディア、環境アート、素描、版画、建築、アーティストブック、デジタルアートの10部門があり、 画家のデニス・ルグラン氏が会長を務めている。2020年度展は、新型コロナウイルスの影響で、開催回避を余儀なくされ、史上初のインターネット上のみでの作品展覧となった。2021年度展は、10月に、パリシャンゼリゼオ通りに設置される、特設会場にて開催。日本人では、富士達具寺の上に横たわるラフ、小山慶造、東郷聖司、 佐伯雄三、小岸須隆則、小磯良平、広山方、鶴岡義吉らが入選した。特にフランスの中小画家、フランスはバロン・ル・ヌアールと交流の深かった、東郷政治の尽力により、1970年代にサロン・ド・トンヌと日本の画壇とのつながりが形成され、アートプロモーターの馬、郡利敏文によって1972年に設立された欧州美術クラブに受け継がれた。 2000年代に入ると、サロンドートンヌの協力のもとで、日本からの自由な応募並びに、現地作品搬入のサポートを日仏フィグー社も開始し、その後には、サロンドートンヌ自体も国境を越えたオンライン申請を開始するなど、様々なジャンルの日本人が作品を出展する道が開かれるようになった。ありがとうございます。